ムツキとオロガ使いてえ。今熟練度60%か。促進剤は21個を混ぜても80%までしかいかないな。いや待てよ。インボケフェスをあと一周すれば熟練度100%に。いや。今月のインボケフェスが回せなくなっちまう。石の数は有限なんだ。ここで300個使っちまったらもう残りは72個になっちまう。というわけで、今回、駆逐、霧島十日を駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。今回、唯一特攻がかかっている、調査部隊、睦月徹ですね。こちらの方を熟練で100%武器強化マックスにしたんで、こいつを軸にね、戦っていこうかなと思います。後衛は、まあ、水で固めてるんですけど、まあ、正直このサイドの、ひなみとフェスカネキは使う予定はないですね。まあ、ここをかなえとか、笹子とかにしてアタックポイントをガンガン上げていければいいんですけど、どちらも熟練度が達してないんで、カナエはイベント、あ、占領戦の報酬キャラクターなんですけど、ちょっと80%止まりなんですよね。はい、というわけでやっていきましょう。十日にムツキをぶつけるっていうね。まあとりあえずカネキを覚醒させるか。まあ、ムツキも正直1個目のスキル使ったら回避率全員30%ずつ上がって強いんですけど、まあ、カネキのスキル打つんでね、回避はいらないんじゃないかなと思います。ムツキの方に回しますか、じゃあ。まあ、例のごとく、アニマにブレイクさせてっていう流れなんですけど、カネキのスキルを打って武器耐久値削りの効果がないんで打っても大丈夫ですね。かなり便利。オッケー。で、アリマでブレイクさせていく。で、そこをムツキのスキル打って出血させよう。ムツキがね、流血 GS を持ってるんで、アビリティで。まあ、出血させてからが本番ですね。オッケー。で、またムツキにスキルを回していきます。覚醒した時に、ゲージの増加量が2倍になってるのかな、ムツキは。お、足食った。1ターン目でどれぐらいいくかな。さっき単発どれぐらい出たんだろう。今24万ぐらいか。クリティカルなしで24万ぐらい。普通にやって68、まあ大体70万ぐらいは出るのかな。で、まあ死神とこうかと。死神バフかかってないから、まあ、別に火力は出ないけど、これどうなんだろうな。フェスカネキにした方が良かったのかな。かっこいいな、死神。後ろから見るとかっけえな。単発37万出たね、今。おお、強すぎる。で、1ターン目は終わりと。トータルダメージ今どれぐらい出た？ 2 億出た、もしかして。そんな出てないか、さすがに。2000万ぐらい。そうだな。これ、アリマは溜まってくれるよね。大丈夫だよね。じゃあ、ムツキに回しても仕方ないから、カネキ。まあ、でも全員で殴っていけるか、これは。いや、アリマ溜まるよね、これ。アリマ溜まってくれるな。あんま、あ、いけるいける。あんま増加してないから、ちょっと心配になっちゃったよ。ムツキの覚醒ターンってどれぐらいだったかな？ 3 ターン、5ターン、3ターンかな。やっぱ3ターンだよな。ここは一応カネキの方に回しておくか。で、アリまでブレイクしていくと。こいつ、毎ターンあれかな、回復してきてくれるかな、武器耐久値。オッケー。で、ムツキ打って、相手出血のダメージも入るんだもんな。っていうか、俺らも出血してね。いつ出血した？ あいつも出血入れてくんのか。厄介な。あ、やばい。いつ？あいつがさっきなんか前衛攻撃した時出血入ったのか。全然見てなかったわ。
ムツキ打ってだいいね。僕だ。ザンザンザン。シフト残してもいいんだけどな。ムツキのあれが覚醒がどこで解けるか。多分3ターンだと思うんだけどな。なかなか5ターン覚醒するやつっていないような気がする。フェスの売り絵とか、このフェスの右下に凶暴カネキとか。おら、アタックポイント11ぐらいで殴ればスキルたまんのか。あ、出血まあまあ入るね。これ10分の1ぐらい入る。似たような敵の、はっ、嘘0.5 倍。おお、武器対決回復してくる。ムツキはかわすと、まあそれでも1か。じゃあここはまあ全員たまるから、金木の方に一応回して、たまでもたまるか、普通にやってても。金木打って僕だ。ザン。アタックポイント増し増し方法で一回やってみたいな。笹子ね、積極的に上げていきたいんだけどな。いかんせんね、促進剤が本当に足りない思わないかい。促進剤足りなくない？月20個ってちょっと足りなくない？まあ占領戦でガバガバ落としてくれるけども。僕だ。ムツキのクインケはさ、クインケじゃねえわ、あのカグネはさ、輪郭だよね。これ最初見た時は美覚かなと思ったんだよな。僕だ。輪郭はね、なんか個人的にちょっとヌメヌメウロコウロコしてる感じだったから、このムツキのさ、ギザギザしてるこの返しがあるタイプは美覚っぽいなとは思ってたんだけど、まあ全然そんなことはなかったね。でもムツキのフェスゲンムツキのさ、イラストマジでかっけえや。このアチョーみたいな、マンジーみたいなポーズ、マンジマンジムツキみたいな。よし、ここで覚醒は解けるんだろうか。お、解けたね。やっぱ3ターンだったか。マンジムツキマジでかっけえイラスト、2番目ぐらいに好きかもしれない。このターン覚醒しなきゃいけないのか。シフトを残しておいてよかったな。んで、じゃあここムツキ覚醒させるためにスキルはムツキに回していこうか。僕だこいつは6連ダメージなのか。いや、やっぱなかなかたまんないね。ムツキを覚醒させて、こいつ武器耐久値を毎回毎回回復してくれるからいいね。ダーリまでブレイクと。で、このターンシフト使っちゃおう。あ、使っちゃおう使っちゃおう。僕だ。オッケー。で、これ、あ、2ターンか。まあいいや、使っちゃうか。それが僕だ。ダメージどれぐらいいってる？え、これ5億いってる、もしかして。あー、じゃあで5億いってるさては、そんないってる？ちょっと待って、桁が、え、これ5億いってんの、もしかして。桁引っ込むのが早すぎて桁が見えねえけど。下がれ、死ねえよ。ボイスかっけ。下がれ、死ねえよ。
インボケ特有のボイスがあるっていうのはいいね。時間を稼ぎます。ザン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 。出血のダメージどれぐらい入ってるのか見てねえな俺毎回。あー、アリマまあまあダメージ入ってる。やばそう。いやー、倒れないでアリマ、倒れないでほしいんだけど、頼むから。 1.25 倍ていうかブレイクしてんのか。アリマさん、いつブレイクしたの？全然見てなかった。いつブレイクしたんだお前は。そうだな、ここは待って、これアリマがねスキルたまんない可能性があるな。アリマの方に回した方が良さそうだな。アリマでブレイクしないと火力が出ねえからさ、どうにか溜まってほしいところではある。溜まっかな。うわー、ジャストミートだったわ。よかった、溜まってくれて。マジでよかった、安心した。 OK。 あ、待て、もしかしてこれシフト1個このフェスカネキと交換した方が良かった説あるな。まあいいや、時間を稼ぎます。ザン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 。え、もしかしてこれ今7億出てるパーティーン、やばすぎないか。もっと考えて立ち回ればこれ10億いける説あるな。10億ダメージって今まであったか。もしかしてフェスムスキ一番強い強いというか火力出せる説あるぞこれ。美脚と名高いイケムツキ、いやマジ美脚だな。で最後は死神に締めてもらうか。やば、エフェクトを何回見てもやべえわ。死神のこの黒いストームみたいな、これはダメージレポートが楽しみだぞ。あー、今行きそう。あぶねえ、危うく仇として始末されるとこだったわ。はい、ということで、まあ、こんな感じ。あ、ひなみ熟練度ゼロなんだ、使ってなかったな。ダメージレポート見ていこうか。1億100千万10万100万1000万、やっぱ8億3000万出てるね。8億、もう大方8億4000万だね。7億6300万ぐらいムツキが出してんのか。やべえなこいつマジで。こいつやばすぎないか。な、7億、トータルダメージ8億4000万。はい。どうでしょうか。これかつてない数字が出たんですけど、これ今回のフェスゲームつきマジでやばいね。まあ重複するところは重複してっていうか、まあ、相性がいいんだろうね本当に。あの有馬とか金、あの2周年の有馬と金木、まあ金木置いといて、とりあえず有馬だよね、バフかけれる。相性がいいんだろうな。しかも流血キラー、流血 GS っていうキラー持って、あとグールも持ってんだっけ。でグールキラー持ってて、で自分でかけるバフがないんだよねこいつは。だから自分でかけるバフは重複しないけど、一応アリマかけてくれて、ブレイクバーストもこいつ持ってなくて、まあブレイクバーストの枠とかも自分のね、ブレイクバーストアビリティがない代わりに自分のステータスを上げる、ただ攻撃上げるアビリティが入ってたりって、結構無駄がないんで、ブレイクバーストと普通のバフは有馬がかけて、自分は出血 GS とグールキラーを持ってて、かつスキルで覚醒した時に自分にバフをかけるっていう、とんでもねえキャラクターが生まれてしまって生まれてしまってたんだな。強いわ。まあ、迷ってる方 いたらね、ちょっとこの動画を参考にしていただいて引いてみてはどうでしょう。今回特攻かかってるっていうのもまああるっちゃあるんですけど、現時点でムツキ最高火力は出せるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ
笹子とかかなえとかの熟練度余裕があれば上げてもっともっとね上目指せると思うんで10億ダメージ突破したいな。うん、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。